初心者の初心者による初心者のためのクラクラ実況ということで始まりました。キヨキヨです今回はですね、タウンホール8からできるアロー型の紹介です。まあですね、この配置、100分は一見にしかずということですね、前回のクラン対戦ので活躍したこのアロー型をですね、見せてあげましょう。進撃の記憶リプレイ。はい。完全にタウンホール狙いできております。 まずは援軍が釣られた形になりましたさあそこで隠しテスラにやられるそこでボールブレイカーを出してもですねボールブレイカーはこの壁を破壊しに行こうとしますそういう距離感ができておりますさあここでアーチャー VS アーチャーですねさあまあここは飛ばしますかそしてまあやっても爆弾や隠しテスラに崩壊されてしまいますね、まあ、隠しテスラがまあ ここでま破壊されてしまいますけれどもウォールブレイカーは依然としてここの壁を狙いに行くとそして中堅に行ったところで爆弾でやられバーバリアンとなどもですねウィザードの塔によりどんどん死んでいきますそして迫撃砲ここの後ろに3台構えてある迫撃砲でどんどん焼かれうんバーバリアンラッシュにも耐え続けます ここでドラゴンが出るんですけれども仕込んである対対空空爆弾対空地雷にによって死にますドラゴンのあの硬いね体力も一発でも倒してしまいますさあここでですねバーバリアンの攻撃力と体力に押されるかなと思ったんですけどもやはりここの対空、えー、迫撃砲3発とここのウィザードの塔がやってくれましたね。 ということで、こんだけアーチャー92体、えー、ウォールブレイカー8体、えー、バーバリアン92体ドラゴン1体バーバリアンキング1体にももう防衛成功という形でタウンフォール8からできる、えー、クラクラの配置でした。ありがとうございました。